どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。やっぱり、いつ見てもいいわね。大友克洋さんのアキラは、日本を代表する名作だよ。確かに、アキラは日本を代表する名作だよな。私も鉄尾の能力が欲しいわね。絶対にやめろ。霊夢が鉄尾の力を持ってしまったら、とんでもないことになるからな。確かに、否定はできないわね。たった今まで、悪用しようと思っていたからね。おいおい、勘弁してくれよ。それで、話は変わるけど、アキラには様々な都市伝説があることを知っているか？え、そうなの。軽に見とれて、気づかなかったわ。そうか。アキラでは、とんでもないことが予言されていたんだぜ。え、そうなの。ぜひとも話を聞きたいわ。よし、それじゃ、今回はアキラに関する都市伝説を、いくつか紹介していくぜ。早速行ってみよう。まずは、アキラについて解説していくぜ。よろしく。アキラは、大友克洋氏が1982年から、週刊ヤングマガジンに連載していた、SF 漫画だぜ。また、1988年には、アニメ映画が公開され、ジャパニメーションの代名詞として、海外でも高い評価を受け、誕生から38年経過した今も、世界中で多くのファンに、愛されている作品だぜ。アキラが誕生してから、結構な年数が経過しているのね。確かにそうだな。でも、全く古臭い感じはしないわね。それは、大友先生の世界観が、卓越しているからだな。確かに。また、アキラは、日本でもおなじみのスティーブン・スピルバーグ監督が、こんな作品を作りたかった、などと絶賛し、グラミー賞常連の、世界的なミュージシャンである、カニエ・ウェストが、この映画は、俺のクリエイティビティに、最も影響を与えている、と発言しているほど、世界的に認められた漫画アニメなんだぜ。すごすぎるわね。それじゃ、次はアキラの話の舞台について解説していくぜ。アキラの舞台となったのは、2019年の東京で、物語上ではネオ東京と呼ばれているぜ。ネオ東京、ネオアトランティス。急に違う作品をぶち込まないでくれ。ごめんごめん、自分のことをアトランティス人だと思っていた。ガーゴイルがかわいそうだったからね。変態仮面なんかどうでもいいぜ。すみません。それで、話を戻すけど、物語の中で、東京がネオ東京と呼ばれている理由は、1982年に、東京で新型爆弾が爆発したからだな。爆発、やばいわね。また、新型爆弾が爆発したことが引き金となり、第三次世界大戦勃発。その後、新型爆弾や、第三次世界大戦の影響で、東京に巨大なクレーターができた結果、東京の大半は水没してしまうことになった。やばすぎる作品背景だね。確かにそうだな。最終的に、第三次世界大戦が終わり、東京はネオ東京として、復興の道を歩むことになる。これが、アキラの物語の舞台となっているぜ。なるほどね。それじゃ、次はアキラに関する、都市伝説を解説していくぜ。よろしく。まず、紹介するのは、アキラが東京五輪の延期を予言していた、という都市伝説だぜ。え、そうなの。具体的に言うと、アキラの第二巻において、東京五輪の建設現場が、書かれた描写があるんだけど、そこには、開催まであと147日、という看板と、中止だ中止、との落書きがされているんだぜ。え、全然気づかなかったわ。じゃあ、実際の画像を見てくれ。うわ、本当だね。それに画像をよく見ると、粉砕って落書きされているわね。確かにそうだな。それで、思い出してほしいのは、2020年に東京五輪が行われる際に、コロコロが流行しただろ。そうだったわね。それで、東京五輪の開催が検討されることになったよな。確かにそうだったわね。それと、当時は開催か中止で、考えが二極化していたわね。その通りだぜ。まあ、最終的に東京五輪は延期され、無事に開催されたけどな。そうだったわね。開催されて本当に良かったわよ。それで、アキラには、東京五輪に関して、もう一つ予言があったんだぜ。え、そうなの。具体的に言うと、アキラの世界では、第三次世界大戦の影響で、世界が混乱しているぜ。確かに、第三次世界大戦が起きたら、当然、世界は混乱するわね。でも、そのことが2020年の東京五輪と、どのように関係しているの？それは、東京五輪の際の、混乱を予言しているのではないか、と考えられているんだぜ。なるほどね。アキラの世界では、第三次世界大戦の影響で混乱していて、実際の世界では、コロコロで混乱しているということになるんだね。そういうことだぜ。確かに言いたいことはよくわかるけど、かなり、無理やりな感じがするわね。確かにそれは否定できないぜ。じゃあ、他にアキラに関する都市伝説はないの？もちろんあるぜ。次のアキラに関する予言は、コロコロが蔓延することを予言していた、という都市伝説だな。え、そうなの。
具体的に言うと、アキラの世界では、東京五輪の開催を反対している。確かにそうだったね。中止だ、中止って落書きがあったしね。その通りだぜ。それで、霊夢、その時の画像をもう一度見てくれ。うん、わかったわ。何か気づくことはないか？開催まで147日以外は、特に何も気になることはないわね。その通りだぜ。え、どういうことなの？実は現実の世界で、東京五輪が開催される、147日前は、2月28日となるんだ。ほうほう。それで、2月28日に何が起きていたのかというと、ダイヤモンドプリンセス号で、陽性と確認された人々が、700人を突破し、WHO が世界的に大流行する危険度を、最高レベルの、非常に高いに引き上げた日なんだぜ。え、そうだったの。全く知らなかったわ。それに、東京五輪が開催される147日前ってことは、そう、アキラの世界と日付が一致しているんだぜ。それは、やばすぎるわね。一般的な都市伝説だったら、微妙に予言が的中しているという感じだけど、今回の場合は、日付までもが完全に一致しているわね。そうだぜ。本当にすごすぎて、言葉が出ないな。それで、他には予言とかはないの？もう一つ一応あるけど、これまでの予言に比べると、大した予言ではないと思うからな。聞きたい、聞きたい。聞かせろや。おいおい、急に逆切れしないでほしいぜ。さあせん。まあ、いいだろう。まず、この都市伝説を話す際に、知っておかなければならない知識があるぜ。ほうほう。それで、その知識って何なの？それは、アキラの世界は、政府が超能力の研究を行っているということだぜ。確かにそうだったね。話はそれるけど、超能力の中では、都が印象的だったわね。確かにな。それで、都市伝説の内容なんだけど、アキラの世界における超能力とは、現実世界においては、原発のことを表しているのではないかと考えられているぜ。え、どういうことなの？全く話がわからないわね。確かに、超能力と原発と聞いても、意味がわからないよな。だから、順番に解説していくので、しっかりついてきてくれよ。遅れは取るな。新聞の首は私がもらう。そうか。なんかごめんね。気にしてくれ。すみません。話を進めるけど、アキラにはアキラという登場人物がいたことを覚えているか？いたわね。作中では、伝説の超能力者という設定になっていたわ。そうだぜ。それで、ネタバレになるんだけど、アキラは他の超能力者に比べて、桁違いの能力を持っていたので、政府から存在を抹消されたという設定があるんだ。はいはい、そうだったわ。それで、もう一つネタバレだけど、第三次世界大戦が始まるきっかけになった、新型の爆弾の件に関しては、アキラが深く関わっていたぜ。そうだったわね。確か、アキラが原因で、クレーターが誕生したはずだったよね。その通りだぜ。つまり、このことから、アキラの世界における超能力とは、現実世界における原発や、原子力を使った装置だと考えられているぜ。なるほどね。つまり、何かが起きた時に、手がつけられないってことになるのね。そういうことだぜ。実際に、人間は原子力の前では、無力であるという考えを、多くの専門家が発表しているからな。完全に無力とは言い切れないけど、万が一の時は人間の手に負えないと、言われたらそんな感じがするわね。まあ、この内容は都市伝説というよりは、一種の比喩表現という感じだな。そうだね。話の内容から、完全に都市伝説とは言い切れないと思うわ。それで、ふと思ったんだけど、最初のと、その次に話した都市伝説が、ものすごくリアルな感じがするのよね。お、どんなところにリアルさを感じるんだ？具体的には言えないけど、都市伝説の内容がはっきりしすぎている感じが、どうしてもするのよね。いいところに気づいてくれたぜ。実はアキラの都市伝説には、あるからくりがあると言われているんだ。え、そうなの。今回の話の中で一番聞きたいわね。アキラの都市伝説に隠されたからくり、それは、昭和だぜ。昭和、それってどういうことなの？一口では解説できないので、順番に解説していくな。よろしく。まず、アキラの舞台となったのは、荒廃した2019年の東京だぜ。だけど、登場人物や起きている問題を見返してみると、いかにも昭和風の内容となっているぜ。ほうほう。例に挙げてみれば、オリンピックの反対する人々が、政府と戦っている姿が書かれていたり、割烹着の女性が登場しているぜ。確かに、現代ではあんまり考えられない世界観が、アキラにはあるわね。そうだぜ。つまり、アキラの時代設定は近未来だけど、話の雰囲気は、昭和テイストに溢れているんだ。なるほどね。また、作者の大友さんは、アキラの世界観を聞かれた際に、次のようにコメントしているぜ。自分の中では、世界観として、昭和の自分の記録と言いますか。戦いがあって、負けて、政治や国際的な色々な動きがあり、
様々な運動があり、そして東京オリンピックがあり、万博があり、僕にとって、東京というのは、昭和のイメージがものすごく大きいんですよね。なるほどね。マリサが言っていたことが、大友さんのコメントを聞いて、より理解できるわね。最終的に話をまとめると、アキラは、近未来と昭和が融合された漫画、ということになるんだぜ。なるほどね。でも、やっぱり、もう少しアキラの都市伝説について、明確なからくりが知りたいわね。確かにそうだな。実は、アキラの作中に残されている予言は、すでに起きたことの繰り返しだと、考えられているんだ。え、どういうことなの？実は、現実の世界で、1964年に東京オリンピックが行われた際にも、世の中はいろいろと混乱していたんだ。え、そうなの？そうだぜ。具体的に言うと、現実の世界でも政府と人々が戦っていたり、そもそも、オリンピックに反対する意見が多かったと言われているんだ。そうだったのね。私の中では、一切の反対なく、開催されたと思っていたわ。まあ、テレビで映し出される映像が、どれも楽しそうな雰囲気なものばかりだから、そのように思ってしまうことは、仕方がないことだと思うぜ。つまり、何か大きな物事が起きる際には、反対派と賛成派が出てくるのは、決して珍しいことではないんだ。また、その結果、混乱が生じてしまうのは、ある意味仕方がないことなんだぜ。なるほどね。つまり、その内容が予言や都市伝説のからくりってことになっているのね。そういうことだぜ。まあ、それでも、アキラに関する都市伝説の話は、いろいろと現実になっていて怖いけどな。確かに、そうだね。それで、今回の話とは関係ないんだけど、ちょっと聞いてもいいかしら。私が解説したいことは全てしたので、何でも聞いてくれ。サンクス。実は、アキラの終わり方がよくわからなかったのよね。なるほどな。うん、結局どういうことだったのか、理解できなかったのよ。確かに、アキラの終わり方は、原作を一回読んだだけだったら、理解するのは難しいと思うぜ。やっぱりそうだよね。まあ、ネタバレになるので、あんまり言いたくはないけど、簡単に言ってしまえば、1-1 は、0って感じだな。え、どういうことなの？アキラの大ファンである私からすれば、その解説をしたいところだが、本気で解説すると、朝までコースになるぜ。ひぃ。それなら、今すぐに解説するのは無理だね。まあ、オリラジのあっちゃんが、その点をわかりやすく解説しているので、気になる人はそちらを参考にしてくれよな。わかったわ。早速見てみるわね。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。